あ、もしもし。もしもし。はい。すいません、なしまです。なしまさん、はい、ガソリンスタンドで働きたくて、もし許されるならお店ごと買いたいぐらいの気持ちなんですけど、そこをよく利用するんですけど、うん、あれですよね、在庫が。あ、そう、ない時が、あそうですよね、ある方が嬉しい。いやいや、もうその謝んないで、だからせめてバイトで。人を雇う、その、余裕がなくてですね。あ、じゃあ無給でも。無給でも、まさ枠がないみたいなことですか。いや、それはないんですけど。あ、じゃあもう無給で。そのまだ全然赤字なので。あ、いいですよね、それはもう出せるものがなくて、できること、僕にできるのはそれぐらいですから。ちなみにお名前は。あ、名前ですか。はい、名前なしまです。なしまかな。決めてはやんっすね。自主、じゃあもう自主します。自主する。あ、入ってくれんだ。確かに。よし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 、バカめ。店長、どうなりました。え、なしまさん、はい、では、なしまかなという人は、はい、雇いました。あー、本当ですか。こんな時間がまだ変わっちゃった。どうも、劇場版マリオです。めちゃくちゃケバブってそう。いや、ケバブじゃないって。あ、もうなんか変わったね、見た目随分と。イメチェンして、ヤンクミ犯罪って稼げるんすか。うん、まあ普通に一瞬やね。どうしよう、話聞こうか。金欲しくて。ちょっと奥で話聞くよ。なんでこんな闇の道に降りようとしてるの。私この街に来た理由がもう金稼ぎなんですよ。うん、より詳しくなってみる、一旦白のまま。そうですね、ちょっと人質になるか今から。じゃあ今からわかりました。暇そうな顔してちょっと待ってて、着替えてくるわ。ビピストルあったかな。おい、お前車に乗れ。何、何、乗れ。何、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 乗れ。ダメだ、お前従え。もうダメ、もう降りて、もう降りて、降りて、降りて、もう。おい、心が痛いって、オタクの店長。心が痛い、なんか。ねえ、何があっても守ろうとしてくれてたって。いい先輩なんすよ。いや、ほんとだよ。僕もなんかすごいお世話になってるから。なんか、うん、心痛いな。心痛いよ。人質が乗ってるぞ。助けてください。どういう状況だ。こいつ人質だぞ。人質です。ねえ、なんか、え、待って、入れ替わって違う、別人入れ替わって、まだ何もしてないぞ。ちなみに言うと、ちょっと待って、入れ替わってる、入れ替わってる、入れ替わってる、やめろ。そっちの都合だろ、それ。ふざけんな。違う、同じ写真で誘拐してたやつを追いかけた。あ、そうなの。そしたら別の写真の誘拐する犯人に入れ替わった。一応、一応ね、一応まだだよ。一応、これからするけどまだだよ。オッケーオッケー。決まった、私入れ替わりました。銃を突きつけられただけだ。おい、災難すぎるだろ。入れ替わってるじゃないよ。まず、こちらのアイテムをここに使え。やれ。おい、人質になんてことをさせるんだ。 お前たちが近くにいるから銃を離せないんだ。人質に銀行強盗させてんじゃねえか。撃つぞ。え、普通に、あ、もう撃つ、ほら、もう今、もうあんま撃つよ。次当てる、次当てる、次当てるよ。完了みたいになった。はい、よし、な、こっち来い。おい、中行け、中行け。はい、中入れ。なん、こっち来て、こっちだ。いいの、筋肉使えない。ここは誰かにやられてる。次行くぞ。次行くぞ。あー、待てー。今日はパンじゃなくてハンバーガーなの。そう、今日は覚悟バーガーだ。俺の名前は覚悟バーガー。覚悟はあるか。はい、覚悟バーガーです。よし、え、二代目襲名。瞑想、瞑想してこい。え、なにこれ、魔法少女が乗っています。うわ、バルクール何が入ってる。マジそれ誰がそれ見られんの。これどう、久しの魔法少女マジきついって。そういうのが好きなんですか。違うの、俺バイト先がさ、魔法少女カフェってとこでさ。自己自得だろ、それは別に。馬先の方針で俺魔法少女させられてんだよ。きちいだろ。ちょっときちいな。今年30なったんだけど、それで魔法少女はちょっときちいなよ、俺も。きついな、30は。少女でありながらおじさんでもあるんだよね。ロリコン。それは違う、ちょっと待って、おい。え、話変わってくる。ロリコン、罪状が重なってるから。なんかメイド服着た女の子3人ぐらいはべらかして、え、しかもなんかいいやんちゃな服装して、
あ、それは俺の私服のセンスが終わってるだけだ。え、なんでしゃべ、あの人喋るたびに傷ついてない？大丈夫？最近、本当にね、あれ僕の上官、上官なの？はい、そうだよ。え、そうだよ。みんなかわいそうなのに上官なんだよ。え、でも初めて会いましたよね。そうかも、確かにそうかもしれん。え、最近寝てたとかっすか？あ、そうね、しばらくね、1週間に2回くらいしか起きてなかったな。あ、だからか。やれ！これだ、あ、これか。これです。第2ラウンドだ、それ。美里さんのコスプレ。ちなみにさ、その真似は？臭い量が。ま、はい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 。ヤンクミみたいに、使徒が来たらどうすんの？上官それできちゃうから。そうなんだよね。ケンジ君。落ちようにも落ち。ケンジ君気をつけて。お疲れ。あ、よし、ユートレにしろ。ちょっとむずいぞ、こっから。ちなみに。こっからでむずい。できた、できたぞ。これすごいな。カツラギ。え？里なんで。マジ？え？早っ。素質あるよ。え、取っちゃった。これはもう無理やり脅してやってるからな。無理やり脅してるからな、仕方ない。罪悪感とか考えるな。金取ってる美里さん見たくない。こっちだ、こっちだ、こっちだ、こっちだ。あれ、なんか対応のケース変わってねえか。三台だ、三台。よし、じゃあこっちからの解放要求を一つ。はい。増援禁止。2台になるから大丈夫だ。1台は人質を送り届けるから。あ、そっか。じゃあちょっとなんかかわいそうだな。なんかかわいそう。1台増やしても。できる。できるか。できる。よし。俺勝つから見といてくれ。あ、じゃあ逃げます。え？あ、そしたらこれなしだと何こまち？あ、ボアさんにちょっと弱って。あ、ボア？あ、そうですそうです。え、連れてっちゃうの？うん、それ。いや、連れてかないですよ。話そこで聞いて。気になっちゃう感じ？まあ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 、そこは、そこ野暮じゃないですか、そこは。やいちゃー。マシュマ君、ルー推しだと思ってたのに。野望戦、戦略国ですよ、それは。え、このルーのカスタムした車に乗ってどっか行く。どっか行く。その、まあ、お店の邪魔にならないように、お店の外で話すぐらいですよ。パンチ練習しようと思って、あ、そっちに行っちゃった。ごめんごめん、ね、半分ぐらい削れたんですけど私。あ、クラゲル、ごめんごめん。なにこれ、ストロベリーバニラマンちゃん。え、俺ストロベリーバニラマンちゃん。俺そう。え、あれあげたの？そんなレアなものあげたの？これ1個しかないやつだったのに。これどこで買えるやつなの？え、めちゃくちゃレアなやつじゃん。買えないよ。めちゃめちゃうまいらしいっすよ、伝説って言われてる。100万超えるよ。え、そんなに価値あるのこれ。めちゃめちゃで、今もうプレミアついてて。ちょっと乗れます後ろ。やっぱ連れていくの？はい、あ、いや、違う店の、店の外、外です、外です。逃げたんですか？うん、まあ普通に僕は巻いて逃げたけど。え、違う、楽しそうっすね。まあ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 、めっちゃ心配してたけど、どうなん、大丈夫なん、なんか言われた？いや、特に、でも PY って、うん、あ、そういう人結構来るんで。ああ、そこまでそんな。すごい意思そうに止められてたからさ。僕ってバレてないよね。バレてないはず。そうだよね。でも一回捕まったらもうあれだよ、公務員系にはなれないからね。いや、まあそうなんですよね。そうだ、よく考えて。はい。よく考えた方がいいよ。わかりました。相談するかもしれないです、うん。周りに恵まれてるんだったらね、よく考えて選択した方がいいかも。あの、あれがあれだから。ありがとうございます。いやいや、また。はい。またカスタム来てね。はい、また来ます。そん時はちゃんとルー指名してよ。わかりました、わかりました。バイバーイ。じゃあね、セニアコック。バイバーイ。またね。じゃあね、ルーさん。はい、またね。はい、バイバーイ。カジノ行こう。ここは学び屋。ああ、学びでね、そこは。スプリットのあれがよくわからないな。これで？おい。で、あ、なんかめっちゃ引き出したんだけど勝手に。え、なんか何で勝手に引いた今？なんだ？勝手に引いたよね。あ、なんか3枚目勝手に引き出したんだけど何これ？しかもディーラー19やし、ほんで。
待って待って、リーラージ。まあまあ、どっちにしろ負けだと思うからいいけど。そうやけどさ、なんだ一枚多く引き出してたね。こいつ強制バースト食らって。テトさん、あれテトさん、テトさん、結構長く負けてるけど、大丈夫？融資してくれる方は、Please place your bets。この中で融資してくれる方。どんだけ融資してほしいんですか？2000万。いや、1億って言っとけやん、もう。1億も貸してくれるんですか？いいですよ。めんど。けど、安くないですよ。一瞬で返しますよ。1億5000万して返してくれる？もちろんですよ。じゃあ、下ろしてくるわ。チップでの方がいい？やったー！チップでお願いします。こんにちは。こんにちは。なんかいい稼げる。なんだろう。ブラックジャックか、スリーカードポーカーじゃないですか？やっぱブラックジャックっすかね。はい。このカジノの支配人です。以後お見知りおきを。あ、支配人なんすね。先に説明しておくとですね、まあ、今日中に返せば1億5000万。もし、明日以降になってしまえば2億になります。返済額。大丈夫ですか？大丈夫だよ。これで勝てばいいだけだから。じゃあに、その後また1日遅れたら2億5000万になります。そこが上限です。すごい。おい、えぐいぞ。聞いたことない金利取ってるやつおるって。勝てばいいんですよね。そうですよ。2億5000万で一応頭打ちにはなりますんで。ありがとうございます。座ってもいいですか？はい、どうぞ。もう負けるやつの顔してるってもう。ピリつくぜ。オールイン。確か。ジュルで持たれてるって鉄を。鉄を頭弾かれる準備。鉄を近いキー。連絡先はご存知ですよね。はじめまして。連絡先はご存知ですよね。はじめましてから入ってったぞ。はじめまして、僕、イサオっています。いやお願いします。誰好きなタイミングでご連絡ください。お待ちしてます。はい、かしこまりました。明日以降でお願いします。じゃあ、とりあえず2億で切っときます。このために、上腕二頭筋鍛えておいてよかったな。どうぞ。たまったらすぐ連絡するから。はい。ありがとうございました。あ、そうそう。一応僕、オールインのギャングなので、もしね、逃げるとかやめてくださいね。どんな手使ってでも取り立てます。新しい仕事始めたんだよね、闇金っていう。え、牛島くんだね、完全に。そうですね。これ、あ、先輩、どこ行くの？レースは？レース今日あるんすか？デスマウンテンは？デスマウンテン今日あるかな。デスマウンテン行きますか、じゃあ。うわー、すごいすごいすごい。そうっすね、これぐらいはもう任せてください。転がったらすいません。許す。デスマウンテンがまず初めて行くかもしれん。そうなんすか。うわ、僕事故んないっすよ多分。ほんまに？うわ、初めて来た。どこだあれか。デスマウンテン、あの一番奥の山っす。デスマウンテンはまだ先。わー、最近ペールノエル行ってないな。ペールノエルおいて。男の新人入った。あ、なんで人っすか。ね、名字忘れた、エギ。うわっ。さっきカジノで出会いました。はい。本当？はい。なんかピンクと黄色のすげえ車乗っとるやつ。なんか不思議と仲良くなれそうでした。本当？はい、よかった。よかったなー。うえぇー、パコ死んだ。いやほら、大体一緒でしょ？うわ、本当だー。大体一緒。こんな斜めんとこも行けるの？うおー、すげーバイク。そうなんですよ。おお、よいしょ。ここにあるのがサンチェス。ついてきてください。もし倒れたら通知出してください。あ、間違っても W は押さないように。死んだ。絶対死んだ。怖え、それ。あ、いけた。先輩、アクセル押しちゃダメって言おうと思ったもん、先輩。そしたらね、もうね、押しとった。これのジェントの見る？え？もう見る。
え、どこい？もうめっちゃエヴァだよな。あ、先輩直せますついでに。いや。え、すげえそんなんなるんだ。バイトよりさ、闇討ちした方が早いよ。闇討ち。ホンディさんっていくらぐらい稼いでます？まあまあ何十億。何十億？今日の上がりが24億だっけ？まあそうだよ。ゴールしちゃったんだ。ゴールしちゃったんだね、もう。じゃあその場合は。あんま感情ないらしい。喜びと喜んでないでしょ最近。そんな思っちゃった嬉しいとか思ったことある最近。ないない。ないんじゃないかな。いや、ある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 。警察殺しとけ。日に24なんだ。大谷でも。うん、ペンとかだけどな。ひげ一日ワンデー大谷。え、それ楽しいね。いや全然なんか。やりか。いやそんな、いやガチで俺本当に楽しいですよ。実際なんかあったかいんすよね。アットホームというか。まあこっちはファミリーか。俺はファミリーだね。ファマライ。ファマライだね。こっちはそっちはなんか職場の仲間でしょ。うん。起きて寝るまで一緒だよ。うん。え、本当。この人はあの。どうだ。君と同じ警察からギャングになった人だよ。あ、そうだね。警察からギャングになった人。あー、なるほどなるほど。君と同じってなんだ。ギャングになったんだ。なってないっす、なってないっすね。さっき話聞いたわ。口ぷかに入るかもしれないみたいな。え、特殊刑事か？何？なんかさ、警察に口ぷかっていうのがいる。あ、また別なんだ。ラップバトルですね。ラップバトルですね。いやいや、やんないから。ちょっと聞かせてよ。地元のクソだり先輩や。おんねん、おんねん。これ誰のくれますか？それ俺の。あ、ボスのかな。あんまボスって言わんほうがいいかも。うん、バレちゃうな。バレちゃう。あんまボスだら。すいません。この場合、このエギの方沈めないとダメかもよ。確かにそっち沈めません。よし、よかった。いや、ごめん、俺が言ったせいでうかつに。あれ、全然いいっすよ。へへ、すごい、あんま興味ない。俺今何者でもないんで。あんま何も持ってないんすよね。ほん本当にないわ。食べ物ばっかりしかない。食べ物めっちゃ作ってたんで、バイトで。が減る飲み物。ああ、やったな。くらい。あ、ラジオで。マジ？うわ、げ、めっくらい。うわ、げ。助けて、迷子になり得る。ちょっと助けて。うわ、痛い。ミリだ。やばい。ミリだ。